大変なことになってる、ラルセが。どこがどうなったんだ、今のブチュで。こっち？うわ、これまたルールの稼働じゃない、これ。セーブ版まで行けないんだよな、これ。セーブまで行けないのよ、これ。ぐわっ、なんじず、先ほどのパズルを世の全力と早とちることなかれ。いいな、今こそ思い知れ、世のレアルパワーを。見よ、これぞ我が最強のアルティメットパズル。いざ。ちょっと話しかけたいよね。もう解き方完全にわかるんだけどさ、話しかけたい。ぐわっ、見よ、これぞ最強のパズルというもの。こたびの難易度、さっきのとは比較にならず、虫けら風情のおつむでは100年経っても解けません。100年、 100年、どうだ、これが100年か。まんまと騙されし虫けらず。今のは本当はアルティメットパズルにあらず。げにもっと全然優れしパズルがここにあるんです。じゃあ見せてください。ダメ。ないな、かわいいやつめ。これできっと進めるようになってるんじゃない、こっちだっけ。ほらほらほら、クローバーの、うん、リザレクトミント。いや、もうアイテム、ハートドーナツ使っとくか。うん、ナイス、ナイス。リザレクトミントは最強の回復アイテムだと記憶しておるんで。おお、出た。化け物がいる。モンディから話していこう。僕は一人目のパーティーメンバー、 DPS 担当だよ。ダンスパーティーサウンドワークの略ね。なんかパーティー会場なのかこれ。ほら、上着脱いで、トイレに流しといてやるから。うちにはトイレないでしょ。野球ボールも召し上がれ。そんで喉詰まらせな。この人たち、スポーツ食べる？ツイスターゲームもしようね。うちらの邪魔はしないでよ。私たちでだけでやっても無理なのに。もう久しぶりすぎて声の当て方わかんない。3人用のベッドだ。あるいは頭が3つある生き物一体用かもしれない。間違いなくそうだろうな。クローバー用だろうな。ハーティー、ハーティーは2人目のパーティーメンバーでヒーラーだ。ケータリング担当だったが、発注してあったケーキがどこかの平原で破壊されてしまった。待って、それ持ってたような気がする。あるよ、トップケーキ。え、使うのはダメ。いいのかな、ここで渡せないかな。ラジカセだ。クラブミュージックがかかっている。うん、巨大な野球のボール、パーティー用だ。ミートボールみたいに食べるんですよね、この人たち。木だ、パーティー用だ。好きなもの取り揃えてんな。さあ、それでは上に上がっていきましょう。ダイヤ、ハート、クローバーときたんで、もうスペードですよね。ほら、セーブあるもん。セーブがあるってことはよ。カルタス城5階。いやー、あるもんね。ショップがあるよ、ショップ。ほら、ルールの稼働さん味方になったのも。いやよ、恩知らずの虫けらず、歓迎戦。いろいろ売ってる。ルールノール、ルーね、カレーのルーみたいな。ブレイブアクス、勇ましくてかっこいい。武器も売ってるんだ。ストール、あ、いいじゃないですか。回復力いいよこれ。いい、1個欲しいな。うん、アンバーカード、2個買ってもいいかもしれませんね。まあ、せっかくだからブレイブアクスも買っておくか。コメント見たいしね。で、話しましょう。何か聞きたきことでも。あなたは誰？要は反物工ルールのカード。反物。趣味はペン習字、法律遵守、コンプライアンス、昆虫採集、檻鑑賞、アンド地下牢のお散歩なり。何時ずも世のファンなるものか。まあ、ファンちゃファンかも。なぜ売ってくれるんですか。
ッハッ、さすれば お金の大群が世のもとに集うゆえ、金に物言わせて何時ぞ潰すこと武道のごとし、それを発行させれば美味なる大人のおのみもんの復讐の出来上がることワイナリーのごとし。うわっ、あっ、あ、芸に要は愉快な男なり。まあこう敵味方関係なく売ってくれると。王様について、我らが王は冷酷なり、皆が恐るる帝王なり。 But 王様賢きお方にて、要パズル作りの半物公に任命奉り候。皆檻に入れられちゃったりとか、クビになっちゃったりとかしたゆえに、下に慈悲深き君主様なり。なるほど。まあ気に入った人には優しくしてくれると。王様の息子について何でしょうか。ランサーさんだよね。王が嫡男、あの小わっぱはのみだにジーブリのごとき厄介者。いつも答えにくき質問ばかり世に問いかけ、ようサブパパ上呼ばわりする始末。サブパパ上よと、あのコロコロとんがり小僧は親子にあらず。王様の息子だからしょうがなく子守してやってるだけなの。わかる？あやつの MP3 とか無理やり聞かされるのほんと勘弁して。そんなの聞くぐらいなら死神の歌聞いて死ぬべし。して、あやつは息災であるか。ツンデレかよ。ここで急にツンデレ出すんじゃないよ。ほんとに。さよなら。牢屋で会おうぞ、虫けらずよ。急にツンデレ出してくんだよな。ちょ、装備しましょうか。クリスは今のところ最強なんで、ブレイバックス。はい。ま、どうしても2ならガッツが上昇したみたいですね。でもここで秋スロットにアンバーカード入れておきましょう。アンバーカードはちなみになんて言ってた？え、待って、触んなよっていう空いてるところやると、ま、ないよりはマシだな。鋼の手枷の方がいいね。やべ、かっこいいじゃん。ということで気に入ったみたいだ。で、ダガーマフラーではなくてストールつけましょう。みんなを守るぞ。いやー、いいね。で、アンバーカード。クリス、なんかベタベタするよ。アンバーカードってなんかベタベタすんの？マイコー。さあ、それではこっちか。こっちまだ行ってないね。ランサーの部屋っぽい。え、何これ。地面にサルサが埋まって、こうやって作ってんの？あなた掘って遊んだのだろう。穴を掘って遊んだ後だ。え、なんで家で砂場してんの？穴の中から20ルーヒー。残念ながらここでは使えない通貨だ。ハイラルでもギリギリ使えないよな。土を掘る道具な。形が誰かの頭に似ている。確かにスペードってなんかスコップっぽいですよね。え、これを調べたいんだけど。音楽プレイヤーだ。聞く？聞こうか。アニメで使われているペチャッという効果音が次々と再生される。地獄。そりゃルールの加藤さんも大変だわ。これはなんなのこれ。ベローンっていうのは。自転車が大切そうにベッドに寝かされている。おー、いいね。かわいいね、ランサーさん。さあ、それでは、お、もうやばいんじゃない？これ何？え、これ何？移動する。移動しよう。ちょ、どこ飛んだ？あ、最上階行きの。これ多分ランサーさんが使って登ってたのかな。で、止まってる階にしか乗れないんで、この状態で下に行っても乗れないのかな。そこら辺は分かりませんね。上行きましょう。おっと、ちょっと違うよ、いつもと違うぞ、雰囲気が。これボス戦の雰囲気する。ルールの角だ。戦うんだ。控えよ、虫けらず。戦いだ。世が作りしパズルの数々、ずるして切り抜けし不定の輩よ。しかしバトルではケチョンケチョンにされる運命。賊ども、いざ戦え。お、あれし、なんだっけ、なんとかラウンド。このなんか変なのと、え、さっき戦ったのと同じ敵？
でも冠がさっきと違ってる。いや同じだろう。なんだこのツッコミみたいの、こんな入るようになったの。さようなり我がリモコン冠に行って、いかなる円満型生命体をも操ることが可能ゆえ。大変だ、見て苦しそうにしてるよ。さっきと同じだっつうの。さようなりリモコン冠を帯びるはとってもつらい。 But ほどなくしてこの生物も安らぎを得ん。ナンジズがもっともっと苦しむ姿を目の当たりにすれば。さあ K ラウンドですね。一応分チェッカーって何、チェッカーって何、防御チェッカーって。 K ラウンドアタック9ディフェンス3必殺フライングキックに気をつけろ。頭の上の冠を落とせ。やることは同じみたいですね。やばい、よし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 、それは高速すぎるな。最後の猛烈にシャッフルダンスしてる。お、スージーのアイディア。前はお辞儀だったんですが、これやってみましょう。スージー、行動したいんだね。いいよ、君のアイディア教えて。口で説明すんのは難しいんだが、お前にもちょっと協力してもらう。もちろん、喜んで手伝うよ。さっきのことを謝りたいんだよね。いや、お前はそこでじっとしてくれ、しててくれりゃいい。じっとしてる？クリス、こいつの頭から冠を叩き落とすぞ。俺がラルセを投げるからアシストしろ。大変なことになってるラルセが。C で、C で行くよ。はい。いや、そ投げる角度とこう力があんだ。そっか、これ当たんないな。あ、でも体に当たれば少しぐらつくんだ。いや、スピードスターしてくる。いや、ちょ当たっちゃった。結構攻撃力高いですね。グラグラ度 20%。 よーし、でもあの冠に当てたいよね、どうしても。45度でこうね。どう、ホルレ、冠がかなりぐらついた。やめて、そうじゃない、違う、そうじゃない。これちょっとダークキャンディを数字に使って防御しよう。回復が大事。やばい。よし、これでできるね。投げる、こう、おし、よし、かなりぐらついた。これやって、これずっとこれやってて、ずっとこれやってて頼む。 90%。 お辞儀してもいいと思うんだけど、でも最後にちょっとお辞儀見たいよね、やっぱりね。どうしても見たいからお辞儀。防御お辞儀。 What? これが見たかったの。これがね、ほら、コロンとやりました。 You win 25ダークドル。あな、見事、あっぱれなり。何日なら必ずやっつけたもうと要は思ってた。さすが勇者。こは単に何日の力量を計らんとする試験であったゆえ。 But 何日見事勝利。もはや何日の行く手を阻むものなし。要は何日の邪魔する気なんてさらさらなし。でも勇者ずよ、何日の旅路に幸あれかし。なんか愉快なやつだったな。あいつとの直接 対決はないのかな。玉座がある。ちょっとセーブして、今日のところはここら辺で終わりにしましょうか。ちょっとこれは前作を思い出すようなやつですよね。次回最終回かもしれません。それではまたよろしくお願いいたします。おいてめえら、チャンネル登録を忘れんなよ。ほう。